今日はオンライン握手会ありがとうございましたありがとうございました。今日は一部ではポニーテールを今してるみたいな、ポニーテールをやって、二部は三つ編みをしたんですけど、再びポニーテールをしてみました。ポニーテールが好評だった。三つ編み可愛かったって。三つ編みね、めっちゃ好評なんだよね。そうこの間公園で三つ編みやったんだけど、それも好評だった。チャットでね、動画とか上げてるのでぜひ見てみてください。このリボンお話し会でもつけてたよ。一部来てくれた方はわかるかな。リボンつけてました。で、二部はここにちっちゃいリボンを2つつけてました宇宙さん、お疲れありがとうございます。お魚さん、レインボースターありがとうございます。あいたかさん、だるまありがとうございます。前野くん、だるまありがとうございます。ひでさん、だるまありがとうございます。しーちゃんべさん、だるまありがとうございます。かんさん、だるまありがとうございます。やすさん、これは小福って書いてる。こづちありがとうございます。かんさん、ハートありがとうございます。ひでさん、ハートありがとうございます。クラインさん、ハートありがとうございます。みすけんさん、フックありがとうございます。ぼうちさん、招き猫ありがとうございます。前野くん、だるまありがとうございます。トノサカナさん、お疲れありがとうございます。シージャンピさん、だるまありがとうございます。前野くん、服ありがとうございます。ミスケンさん、だるまありがとうございます。モゾッペさん、ありがとう。ありがとうございます。クラインさん、ハートありがとうございます。ニャンタさん、ハートありがとうございます。ポトレさん、かわいいありがとうございます。ヒョウコノグロさん、だるまありがとうございます。赤田なるなるさん、レインボスターありがとうございます。今日このごろさん、だるまありがとうございます。前野くん、ハートありがとうございます。カゾッペくん、ホットチョコありがとうございます。トモゾッペさん、だるまありがとうございます。ビーバーさん、かわいいありがとうございます。マハマロさん、かわいいありがとうございます。ウッチーさん、ハートありがとうございます。クロさん、かわいいありがとうございます。博多ナナルさん、ありがとう。ありがとうございます。トムトムさん、だるまありがとうございます。チージリンモさん、ハートありがとうございます。マハマロさん、リンモスありがとうございます。ニャオンさん、招き猫ありがとうございます。森誠司さん、ホットチョコありがとうございます。ノリッペさん、お疲れありがとうございます。トムトムさん、リンモスありがとうございます。ビリザンダさん、だるまありがとうございます。ウッチーさん、ホットチョコありがとうございます。パーロンさん、だるまありがとうございます。ありがとうございます。今日大人っぽく見えるようだって、よかった。提供おめでとう、ありがとうございます。リボン見えたかな。結構高い位置でポニーテールしてたんだけど、みんなリボンまで気づけましたか気づけましたか。ペペチャット登録しててよかった。そう、ペペチャットね、動画こういう時送れるので、ぜひ皆さんも登録してみてはどうですか。ピンクのニットにしたんです。今日オンラインで始めまして、楽しかったよ。ありがとうございます。今日はオンライン無事にね、今日良かったね、無事にできてありがとうございました。そこはするとコッペ可愛すぎたって
よかった。デュオなんて似合う。デュオなんて似合わない。ポニーテール自分でやったの。そう、ポニーテールと三つ編みも全部自分でやりました。自分でやってみました。今日ジュースターズだった。そう、レアですよ、レアレア。自撮りスタートでした。2部だけだったけど楽しかったよ、ありがとうございます。三つ編み機は間に合いましたか？間に合いました。短時間でそう髪型を頑張ってチェンジして間に合いました。まだしてもリアンだ、マミありがとうって。全く緊張しなくはないですね。緊張しなくないです。どんなにありがとうございます。いっぱい話しちゃってありがとうございます。今日それのメンバー誰だった？今日は誰もいませんでした。私は昨日と今日は一人部屋でした。一人部屋だった。トリビアだから、そう、誰もいませんでしたね。高速水編み得意だって。そう、でもね、自分の髪の毛やるのはそんな得意じゃないんだよね。高速水、人の髪の毛の高速水編みが得意なだけで、まあ、自分のも早くできるとはできると思うけど、人の髪の毛やる方が高速です。来月のオンラインが4月の東京生活習慣なので、ありがとうございます。ファンと話すときは結構タメ口やって、敬語になっちゃうんだよね。でもタメ口で話した方が嬉しいっていうのを聞いたので、タメ口で話せるようになりたいなって感じですね。ちょい部屋なのは声大きいからか。いやでもね、声多分ね、あれ声大きいと関係ないと思うよね。だってそう、関係ないと思います。めっちゃドア全開にしてるから、いっぱい人数がいる部屋の声も全然聞こえるので。ピンポン。コップの後ヒーローだった。そう、ヒーローが次一人だった、一人部屋のとこだったので、ホワイトボードにメッセージを書きました。なんでさ、ヒーローって知ってるんだろう。ヒーローがなんか書いてたのかな。
ね、今日佐賀県にいたよね、びっくりした。白い鳥。ポニーテール可愛かった、ありがとうございます。ポニーテール、ポニーテールしてもさ、こんなに髪の毛があるからさ、長いよね。猫が公衆電話の中で寝てて可愛かった、可愛い。猫が公衆電話の中で寝てるってなかなか見れないね。それは昨日ヒーローにココッペがお世話になってますって挨拶言ったらボード見せてくれた、やば。昨日だ、昨日なんて書いたっけ、あ、昨日あれを書いたね。ヒーローやっぱ嬉しかったんだよね、書いて書いてもらって嬉しかったんだよきっと。自動作の名所からオンラインしてみたいね。なんかね、結構名所っていうか、結構ね、その名所みたいなところでオンラインをつなげてくださってる方結構いるんですよ。そう、ディズニーランドとかもあるし、沖縄とか結構そういうのあります。うん、2部最初で見て変えた後に三沢披露されて返せる言葉出ませんね、言葉出てなかったもん。よかった、三沢に変えてよかった。いやね、昨日続けて2部っていうのが初めてすぎて、初めてだったから髪の毛変えれるかなと思って、昨日はちょっと帰れなかったっていうか、一回様子を見たんですよ、どんな感じなのかなと思って。そしたら意外と時間にちょっと余裕があったので、じゃあ明日は変えようと思って今日は変えました。みたいな作で最初話すこと飛んじゃいましたって。なんかさ、今日ファンの方めっちゃ緊張してた。なんかめっちゃ緊張、私も緊張してたけど、ファンの方めっちゃ緊張してた。緊張するやん、オンラインの方が緊張しない？私なんか現地の方がまだ緊張しないんだけど、オンラインの方が緊張する。みんなはどうですか？みんなはどっちの方が緊張するのかな。オンラインの方が緊張するくない？カウントダウンもやばいよね。わかる。やっぱカウントダウン緊張するよね。オンラインのは緊張する。対面は劇場でとかで会うからオンラインが緊張するだよね。
そうだよね。何秒前にワイワイが正解、確かに。でもさ、そうね、なんか最初は2秒ぐらい誤差があるらしい。2秒くらい暗い時間があるんだよね、ファンの方の画面が。多分それがファンの方は見えてるんだと思うけど、そう2秒くらい時差があるらしいです。オンラインは最後ブツって消えるから寂しい。確かに。話し終わらず切れるとへこみますじゃあ話し終えるくらいしましょうね。コベいきなり可愛く登場するからテンパるのかも。あ、そうなの。どっちも 1,2 秒くらいんだね。ペちゃんが先に見えてるかと思った。見えてないんですよ。お互い暗いんだね。管理してるマネージャーさんしか見えてないそう、管理してるマネージャーさんはね、めっちゃ見えてるから話終わらんくて、次の回で続き話すのよくやる。だって覚えとかないと。マネージャーさんには緊張しているところ見られてる。そうだよ、マネージャーさんはもうみんながこうやってそわそわしてるの見てるからね。なんか前回じゃないけど、何個か前のオンラインの時にコペのファンの方めっちゃ緊張してたよって言われたわマネージャーさんに。マネージャーさんは見えるからさ、管理してるから。変顔できんよ。手を振ってしまった面白い。めっちゃ緊張し、いつのオンラインだっけな、なんかの時にコープのファンの人めっちゃ緊張してたって言われた。あの始まる前ね。そう、私はこの配信の前に家に帰ってきて、いとこの子供が今日一人遊びに来てて、その子と妹と一緒に上の家の近くにある公園に遊びに行きました。それでグラウンドがあるんですけど、グラウンドをマラソンみたいなして、グラウンドを2周走ってきました。あとは遊具を走り回ってました。なのでだいぶクタクタです。飲み物飲んだり顔拭いてるとこ見られてるのか。そうよ全部見られてるからね。発声練習とかしてんの、面白いそんな、直前にやたらまばたきしてるの見られてるのか。そうだよ、
今が小学1年生かな、確か。もう走ってきました。もう久しぶりにこんなに走って、私はもうクタクタです。久しぶりにくっつき棒と触れ合うということをしました。お家に帰るときに気づいたらくっつき棒がもういっぱいついてて、体に、服に。久しぶりにもうくっつき棒と触れ合いました。私は外で遊ばなすぎてもう体力がね、発声練習するって面白い。みんなしてる、私してないんだけど。そう、その子生まれた時からさ、もうあの生まれる生まれるところ生まれる時から見てるので生まれたばっかりの時から見てるから、体育の授業で走るの久しぶりじゃない。そう、体育であの持久走じゃない、ウォーミングアップで走るくらいしか普段走らないので、ちょっときつかったですね。くっつき虫って言わない？くっつき棒、くっつき棒か、くっつき棒っていう。劇場公演たくさん踊るから体力はあるやろ。体力ないと思うんだけどね。でもね、会ってほしいなって感じです。でもさ、体育の授業でちょっと走るだけでもめっちゃさ、はあはあ言ってるのに体力ないよね絶対。くっつき棒、ひっつき、ひっつき棒、くっつき棒、なんて言ってたっけ私。もう分からなくなっちゃった。茶色い棒がいっぱいつく。そう、こんなのがいっぱいつく。冬は体育でマラソンしたりします。しかも最近は裸足で走ってます。体育館の中を、冷たいのに裸足で、最近マット運動やってるので裸足で走ってます。凍ります。足は金曜の警報公演応援に行ってました。ありがとうって、ありがとうございました。裸足でもうやばいです。まださ靴で走ってさ、やっぱそもそもまださ靴でっていうか上履きで走ってやるとき、マット運動やるときに脱げばいいんだけど、もう最初からもう体育館着いた瞬間からはい上靴脱げって感じなんで、もう 1,2 時間目の体育とかはもう終了です。あの足の指がもうやばい。柔道もやばいんで、柔道も裸足で走らされてた。
柔道とマット運動がやばい。そう、今日リンリンリンカから教えてもらったまつげ下地を塗ったんですよ。リンリンカに下がらないよって教えてもらって、昨日買ったまつげ下地を塗ったら全然下がらない。プロ仲いい子たちに挨拶してきましたって。挨拶してきましたか。バッチリでしょ。今日カラコン入れてましたよ。もうね外したあの終わったら結構すぐ外します。メガネ寝ちゃ、なんかコンタクト入れたまま寝るの良くないらしくて、私はすぐ乗り物に乗ったら寝ちゃうのですぐ外す。外すのは鏡とか見ずにもうこうやって外せれるんだけど、入れるのはちょっと時間がかかる。まだ でもリンリンリンカのまつげってめっちゃすごいじゃないですか、束感が。でもあの束感をやってあげたの私なんですよ最初。なんかリンリンリンカは初期は全然まつげ上げてなくて、それでサンパレスのコンサートの時、私たちがお昼出れなかった時のコンサートがあって、その時にめっちゃ準備時間があったんですよ。それでリンリンリンカがなんかまつげが上がらないみたいなの言ってて、私がまつげをこうやってあげたのが最初で、リンリンリンカがまつげに手を入れ出したんですよそう、まつげって打ってたらまつけんが予測変換で出てきた。まつけん調べてるんですか。まつけんサンバ。今日渋井ちゃんハンギョドンになってたね、見た着ぐるみを着てた。マツケンサンバ調べてる。マツケンサンバ。マツケンはね、松平健だったっけ。松平健さん。おやほー、しーちゃんは撮影中。そう、あ、入っちゃダメ入っちゃダメですよ。カントリーマンチョコまみれうめえよって、食べたことある？うん、チョコまみれ。クロミちゃんおるほら、ゲーム配信も出ちゃった。だっと喋るよ。喋ってないよ配信。何配信？
配信はコメントを見ながら。止まらないよお前。ママ爆笑。暑い？何しよったんさっきまで。さっき部屋で。うん。誰の部屋？向こうの。ベッドね。見える？見てみて。誰がおるん？こっちから見てみて。こっちだと多分カメラに映る。誰がおるん？おらん。コメントだけ。ほら見て。なんて言ったの？誰？誰？うん？ファンの人がね。コメントしてくれるんよ。聞こえよ、向こうまで。ママは今見よう。あ、イモッピじゃありません。違います。あっ、映るぞ。こっちから今度、こっちから向こう向こう。危ない、こうしとこ。来なさあ、またこっちに。あ、誰と喋るよ。いや、もう相当面白すぎる。あ、ガムは向こう、うん、はい、あかん。もうじゃあお仕事中。はい、ちょうだいそれ。もうご飯食べないと。面白いな。本当面白いよね。理解、配信というの知らないからまだ。面白い。いとこの子供ってなんていうの？はとこ？いとこの子供がはとこ？二いとこっていとこのいとこのこと？なんかさ、よくわかんないよね、そこらへん。イモッペじゃありません。イモッペはもう配信してること知ってるので。いとこはん、はとこっていうの。何いとこはんって初めて聞いた。ふたいとこって言うんだよ。なんかな、な、ふたいとこってなんだっけ。 いとこのいとこって相当遠くない？だっていとこ、ね、いとこめい、いとこの子供です。あの子の一個下に年子で男の子がいるんですけど、その子がめっちゃ面白いです。もうガキンチョ。もうガキンチョすぎて面白い、本当に。言うこと聞かないです、面白い。でも一番面白い。が緊張すぎて面白い。ママから連れて行かれた。
今来たこと公園行った、そうさっき行ってきました。いとこのいとこでいいんだあ、いとこのいとこじゃないんだよね、いとこの子供なんだけど。面白いね、まだ分かんないよね、小学1年生には。誰がいいよんとか言ってる誰も言ってないし一人で喋るお姉さんに見えたかも結構やばい人じゃない、一人で喋る結構やばくないそれ。コピー監督やけど読めないと悪いから恥ずかしい感じ、あ、難しい感じは使わないようにしてる。私は漢字得意じゃないね、読むのもちょっと苦手です。テレビ電話してると思ってるのも確かに、でもこんなさちゃんと三脚立ててさテレビ電話なんてしたことない。いつも変なとこに置いてテレビ電話やるときはね。てか今週テストってやばすぎ、もうやだ悲しいよ、テレビ電話で思い出してテストだって忘れてた、やらないとね、ワークをやらないといけないんだけど。頑張れ学生頑張りますよ。てか2年生終わるの本当に嫌だ、私は今のクラス大好きなのに。来年の先生はもう分かってるんですよ、多分今の担任の先生変わらないと思う、多分担任の先生は変わらないので、クラスだね、担任の先生は多分もう卒業まで変わらないであろう。一人しゃぶしゃぶ行ってきたって、絶対2組で担任の先生は変わる、副担は多分変わるけど、私も副担の先生今さ好きだから変わってほしくないんだよね。副担の先生面白い、未だに話したことない子とかいるからさそう、クラス同じにならない限りあんまり話さないから、人見知りなので人見知り好きで、
今日カレンネどんな髪型してたか分かる？今日な何してたっけカレンネ？なんか おしゃべり会でオンライン行った人分かるんじゃない？何してたっけ？話しかけようかな、頑張れ受験生。中学の時は14クラスあったので同級生でも知らない子たくさんいたって。14クラスなんて私はもう100分の1くらいしか友達作れないよ。昨日のカレンレンの服がめっちゃギャルやったね。カレンレンって感じの服だった。似合ってたよね。めっちゃカレン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 カレンレン。今日の分行けなくて2月2回になりました。全然全然です。行ったら彼らのとこ行ったらバレちゃうじゃん。バレてるよ。ファンの方何人か彼らのとこ行ってたらバレてますよ。バレてるよ。コペもギャルに挑戦を。彼らに教えてもらおうかな。カレンレンにね、昨日のカレンレンの服みたいなの着てみたらって。もうカレンレンしか似合わないから。あれは7期生の締め切り明日見てたら、誰か見てたら待ってまーす。ねカエルのさパーカーすごかったね。めっちゃ可愛かった。ドキーだって。カレンレンメール撮ってるでしょ。カレンレン気になり始めてるでしょ。うわー、仲良し4人組は3年生は同じクラスになれる、なれるかな、なってほしいなって感じ。X の投稿を見てるよ。私は全部見てます。皆さんの X の投稿見てます。私は何でも知っているので、何でも知ってます。皆さんのことは。私もカエルのパーカー初めて見た。だってさ、このチャックしたら帰りになってて、心しかえなしかで会ってくださいね。会ってくださいね。そう、まあでもみんなまだ新年の挨拶だからいいよね。許します。次からはって感じです。プロフィールは見ますよ。そりゃ見ますよ。私用のプロフィールをみんながチェックしてくれてるようなと同じように私も見ておりますよ。バレてるよ。他人はなんでクラスが担任は変わらないの？ね、活動をやってるのでなんかもう変わらないです。
悲しい、すごい。そうよ、見てるよ。6期生何人かに行ってたもんね。早めに寝ましょう。寝ます。パトロール大事です。ココッペのパトロール大事です。あんなパーカーどこに売ってるんだろう。ネット？ネットしかないよね。コビパトロールしてる。毎日パトロール X を飛び回ってますX パトロールしてます。こんなことはしてないけどね。ゆっくりこうやって見てます。ココッペ好きな子はレンレンのことも好きそう。カレンレンと私似てる？そんな系統みたい。ダメよみんな。で今回はまあ1月だから、まあ、新年の挨拶ってことで許しますけど、来月は私のところにたくさん来てください。そうよ、 DD の人はね見抜かれてるからね。ダメよ。モーミアチャットの返信も見てます。ペペメール、ペペチャット、ココッペ、立花心、全部見てます。X パトローラー556なんかありそう。556なんかありそうだね。八重は好きなんでって、ちょっとまあカレンレンの八重は可愛いの分かるけどね。メールも通っちゃってるからね。この情報を仕入れに行くの。令和のギャル学生。カレンちゃん、コッペのこと好きだからじゃない？そういうことか。そういうことか。そうそう、18時の放送かな。そうでした。よくお分かり。いった。よいしょ。もう黙ります。もう黙ります。黙っちゃダメです。
去年の春コンのブルーベリーパイ懐かしい、目移りなくしないでのコッペの写真あったなどんなんだっけ、目移りなんてしないでね、コペコの難しい、言うの難しい、やそう最近ちょっとね思ったので私もね頑張りますよ、私も頑張ります。あさってはサーヤの生誕祭だ、サーヤちゃんの生誕祭さ来てくださる方多くて楽しみだね。まだ3回目なのにさえちゃんの生誕っていうのはちょっと緊張だね続けて生誕、さえちゃんも緊張だね。楽しみだね。寒い、6時過ぎたら寒くなってきました。召し上がれ、私はブルーベリーパイ。さやちゃんの生誕あるとお正月明けな感じ、確かに。さやちゃんってなんか1月生まれって感じじゃなくない？なんかさやちゃんって夏っぽい感じがするんだよね。なんか私は6月。昨日東京雪降った、寒かったのかな。コップの生誕も楽しみ、楽しみにしててください。めっちゃ後だけどめっちゃ後だけど、目移りなんかしないでね。ロッキーは1月生まれ多い、確かに。ミラちゃんが21個ターンだよね、ユニット楽しみ。おニューかな、それとも何の狙いかな。待って、なんだっけな、確認しよう、配信終わって。昨日か、関東昨日は本当に寒かったよ。もう皆さん風邪には気をつけて、インフルエンザにもかからないように、もうみんな手洗いうがいして早く寝ましょう。コップの生誕はもうちょうどね、梅雨だから雨がすごい時なんですよね。だいたい誕生日の日雨だいたい雨ですね、小さい頃から。私はそう、半年もあるよね。楽しみだよね、気が早い、私も気が早い。拍手。ファンの方からプレゼントもらいましたか？届きました、たくさん、ありがとうございます届いたらね、オンラインとかでね、
届きました報告をその方にしておりますので配信では言えないんで、大切に使わさせていただきます。椅子座ってない。毒屋さんのフラスターすごかったね。初めてああいうの見た。椅子がついてる。私花粉症はないと思います。そう、なんかねルールがたくさんありまして、配信じゃ言えないんです。言いたいんだけどねそうなんです。そうだよ、呼び捨てて呼んでって言われたもんね、前おしゃべり会で。ちょっと頑張って癖をなくしましょう。なくします椅子に座ってクリーナー整体院の方に写真撮ってもらったよ。私も椅子に座りに行けばよかった明日学校、学校学校です。だからコッペも好きなのコッペから聞いたよって言われました。え日向怒ってたのかな鬼の絵文字がついてる。なんて私なんか言ったっけ。あの椅子鉄鋼所に特注。すごい、鉄鋼所に特注。クリナさん生誕委員の皆さん写真集を撮ったけど、優しくて面白い方いっぱいだった。溶接したんだ。今つけて一番髪長そう。そうかな。メイクさんにも言われたんだけど、藤子こともねよく変わらない気がするんだよね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。そんなすごい椅子やったよね。すごいね、鉄工所に行ってってすごいね。100キロまで耐えれますって言ってたじゃあもうみんな乗れるね。すごいすごい椅子。
今日の夜ご飯はお肉をお家で食べます。アイデアとクレナさんの希望叶える熱意が尊敬。アイデアがすごいね。スーパーロング見てみた。私もねめっちゃ伸ばしたいんです今。そう、これは結構ロングなんだけど腰くらいまで伸ばしたいんです今。腰上ぐらいまで下ろして腰上ぐらいまで伸ばしたい。スーパーロングにしてみたいんです一回。そう、やっぱ長さ的には今の方でもさ、巻いた巻けるようになったから巻いたら短くなるんですよ毛が。なのでちょっとの ロングにしたいです。話し方がミクリンに似てる部分があったって。ミクさんでラプンツェル目指そうかな手入れ大変そう。もうねここまで来たら変わんないから、これから長くなってもそう。遅くなったけどルナちゃんの生誕にとね、私もありがとうと伝えといてくださいクリナさんにできてありがとうございます。同じだ焼肉。ロングヘア目指します。はい、ということでランキングを読んでいきたいと思います。では13位から読みます。13位、ただの魚さんありがとうございます。12位、ウッチーさんありがとうございます。11位、友蔵ありがとうございます。10位、ムジェイジェンさんありがとうございます。9位、ニャオンさんありがとうございます。8位、カトペクありがとうございます。7位、バウッチさんありがとうございます。6位、ノリペさんありがとうございます。5位、マイノ君ありがとうございます。4位、ヘタッピさんありがとうございます。3位、ヤスさんありがとうございます。2位、クロさんありがとうございます。1位、花丸さんありがとうございました。2日間オンライン握手会皆さんありがとうございました。ということで次は2月だね。お待ちしてます。ありがとうございました。じゃあまたお話できる日を1ヶ月後ですが、ありがとうございました。バイバーイ、またねー。ありがとうございました。バイバイ。